目を動かしてください。これ興味を持って近づいて、これで OK で。あ、これで OK で。そうそうそう。で、自分もね、はい、多分こうやって何かあげるって言われて、はい、信用して、普通だったらパクッと食べるかもしれないけど、はい、んだろうって思うじゃないですか。はい、はい、そうですね。どっか。誰が。はいはい。山奥行ったら。そういうステップが、ちゃんと、ね。あとは、はい、握手と一緒で人間も手を添えて、そう、匂いを。そう。これで OK で。で、この手を、目的がここを撫でる。はい。こうやって書いてあげたいと思うんですけど。はい、ここが。あ、これで。これで。いいっすか、はい、ゴシゴシで毛並みに沿って、ゴシゴシ、もっとゴシゴシ。もっとゴシゴシ。はい。で、この片手余ってるのも安心させてあげるために。はい。はい。そしたら。じっとしてろ。よろしくね。じゃあ、飛び箱のように近くで一回ジャンプして、まあ僕は一回やりましょうか。はい、はい、お願いします。乗るよー。ミンゴ。こういう感じで、これで這い上がって、乗ってみてください。結構、大胆ですね。やってみてください。いい、はい、OK。行くよ。乗るよ。そうそうそう。這い上がって、そうそうそう。で、ふわっと、ふわっと、ふわっと。そうそうそう。で、中心をね、はい、縦横の中心を感じて、はい、手を上に、そうそう、ヨガみたいな感じで、中心を確認してみて。で、楽に。はい、はい、あ、でもフィットしますね、ここだとお尻が。じゃあ今度は、はい、あ、ちょっと離れてみて、じゃあボローンとゆっくり寝てみてください。私寝るんですか、はい、ゆっくりゆっくり、はい、OK、 で深呼吸してもう全部はい、全部自分の感じです。こんなことができるし、こんな動かないでいるんですね。こうやるとまた背骨とね、はい、馬のこういう反りがちょうど体にフィットするじゃないですか。はい、ソファー、高級ソファーのような。本当だ。なんと贅沢な。いやーすごい。すごい、あのまあね、抑えてらっしゃるからだと思うんですけど、ピタッと動かないですね。で、これ、逆に前にやったり、ちょっとハグして、いいですか、はい、ハグしてみてください。まあ、ギュッていいか。なぜ、なぜながら。自分がされたらどうだろうっていう。めちゃくちゃいい声。ビンゴめちゃくちゃおとなしい。おお、嫌だったね、ちょっとね。はいよ。いつまでくっついてんのって感じですね。降りるよね。はい。あ、あ、出てた。大丈夫。痛くないんや。そう、コミュニケーションをちゃんとやるよーって言って。ね、ここをやるのに、手もこういうところからさすってあげて、やるよーって。うん。さあ、こうやってあげてくれる。ほんとだ。こうやってね、爪、足を上げる、掘って上げてくれたでしょ、はい、そういうのも、何やるか、ちゃんとマナーが入ってないと、うん、やだやだっつって、声をかけて、はい、で、手を差し伸べたらいつものことか、とかね。あ、まあ今、道具がちゃんとしてないんであれですけど、はい、自分が、あの、乗るときとか、ちゃんとリーダーを取って、乗ってあげないと、不安になったり、姿勢だったり、呼吸とか全部を感じたり、ね、捕食されちゃう生き物で、常に怯えてるわけじゃないけど、いろんなものを感じ取って、今日の空気感とかね、この人誰なんだろうとか、今日はヨッサンどう思ってんだろうとか、そういうね、馬は本当に、自分がちゃんと立ってないと、立ってた、スタンドじゃないですけど、うん、ちゃんと立ってない人間としてできてないと、馬もそれが分かっちゃうっていうか、うん、馬、人間より優れてる生き物だと思ってるんですよね。だからそれが、ちゃんと濃厚にできたりとか、ね、いろいろなパートナーとして、いろんなものを、運んでくれたりとか、自分の出す堆肥を肥料に変えてくれたりとか、もう、本当はね、今、馬は溢れてないですけど、
昔の人はこの辺の人は馬は神様だって言ってたぐらい、馬がいないと農作業成り立たなかったし、馬がいることによってこうやって暮らしの中で人が集まったり、いろんなねやることもあったり、僕も馬が帰るからと思ってこの高遠にね移住したりとか、うん、まあ、その今はフリースクールで子どもたちを受け入れてますけども、まあ、好きなことが馬に女の子たちとか結構ね乗りたいなとかね、そういう思いやりたいなってことをちゃんと叶えてくれたりとかすると通じ合えるんですよね。その馬の中にこう帝王学が入ってるってさっきちょっと聞かせてもらえますか。なんか僕もその馬をやってる師匠に、馬は帝王学でやっぱりイギリスの、ね、エリザベス女王さんとか日本のね皇族の人とか、馬をやっぱりちゃんと飼って歴史が馬との付き合いが深いですけども、いろんな学びがあるんですよね。馬一頭で蓄力としたら、まあそれは農作業に限らず、馬がと付き合いことによって、もし僕がこの馬が大切で、でも違う馬を買わなくちゃいけないって言ったら、それをどう初めてのところから調教するとか、この馬をいくらで売ってこの馬をいくらで買ってとか、そういう計算のこともちゃんと学ばないと、なるほど、ね、いい馬で売れない、これで終わりっていう、大好きだからこの馬は売れないようじゃなくて、もっとちゃんと世の中を良くするためにはいい馬を育てて、ね、あこの人やりたいっていう人にちゃんとね学んでもらって、ちゃんとそういう付き合い方ができれば、この村に馬が増えると思うんですよね。で馬の家族も増えると思いますし、だこういう外国の馬ですけども、ここには長野県にはいい木曽馬っていうのがいるんですけども、だそういう在来馬、この子はやっぱ木曽馬より大きかったり力もあるんで、このやってみて僕もそういう学ぶことも多いんですけども、実際そのできるかできないかって、その人間が本当にやる情熱もないといけないし、いくらかのお金も持ってないといけないし、こうやって縁でいろんな人との付き合いが馬が結びつけてくれるんですけども、そこに落ちてる焼き芋でもあげてください。あ、はい、おご褒美でしたから、はいはい、そうよ、焼き芋を食べて、ね、余ってる点数があるから、ありがとうね、はい。